やつですよね。そうそうそう。15と19。もう元でいいですわ。もう。まあ入れる分はあったら入れます。はい。消費税は嫌いなんでね、もう戦うのは絶対ですね。ですねって井口さん、余裕は。いや、言いますよ。私もどんだけ消費税払ってると思うんですか。いやいや、違う、いや、ちゃんとその、さっき言ったように、税務署もそうやって親切に教えてくれるとかな、で政治家もちゃんとやってたら、それはなるけどよ、あの調子見とったら、もうなんやねんと、おっとでしょ、税金とか社会も取るもんばっかり取って、もう何から何までも、そうですね、むちゃくちゃじゃないですか、こんな。自分らの親はね、結局ね、もう所得とするんだったら税金払えって話も、それもなんかね、なんもない話、なんもない話になったじゃないですか。我々やったら絶対ね、もう言わせず払わせるのに犯罪ですよね、そうか、船はやっぱうるさいのかな、ほんだらやっぱりな、そうですね、そんなんさっき言ったように30億とか40億とか50億とかそんな船買ってるやつどないなんの、ほんだら税務署なんか。よっぽど絶対引っかかるのは引っかかるんで、あの運航の記録とかですね、あの取引先とか、その例えばあの患者さん乗っけてるとかですね、だから老人ホームの高級老人ホームやからな、顧客やから老人ホームの、はい、いろんなね、年に1回だけ使ってるって言ったな、ええのそんな、年に1回そんなってなんか薄いと思うんですけどねなあ、でも現実みんなその話やってんねんもんなんかってな、相当腹立つやろな、税務署から見たら。だから見つけたら何とか崩したろうと思うんでしょうね。お額は額でしょ、それ土産も。だからおそらくその個人的に運航してないかどうかっていうのをあのいろいろ調べると思います。マリーナの入出港とかですね、そのガソリン入れたところの領収を見てやるとかですね、そこまで、そのクラスの骨ねある、の人やったら根性あるんちゃうもん、主婦かそんなもんって思ってんじゃんもん。なんですけど、調べる方も見つけたらでかいですよ、ね、でかいな、もしそれ否認できたらね、大きいやろ、そら原価償却の分もあれば、そのガソリンの分もあればですね、軽油の費用もあれば、船の方が否認されやすいよな、車よりフェラーリとか。それは全然、はい、やっぱ何が贅沢品っていう感じで見てんのかな。そうですそうです。車もあのつい最近まで1000万っていうなんかこう暗黙のラインがあったんですよ、1000万超えるやつはそんな事業にいらんみたいな感じで、でも医者乗ってるもんなって言ってるな、医者も昔は、ね、1000万超えんようなやつ乗っとったんですよ、意識的に、だから S クラスに乗らんと E クラスにまでにするとかですね、でもそんなに言うけど、あの船の業界、マリンの業界、プレジャーボート業界なんて経費化できへんかったら誰も買えへんだ、あんなもん。さっきおっしゃったように個人じゃなくてほとんど法人で買われてる、全部です、買うやつおれへんかったら経営者おるほうやんな、それ、なんでそれを認めへんのかな。まあ認めるとみんなそっちでね、利益落としてしまうんで、言い方悪いけどちょっとひがみっていうのもあるんじゃないますの税務署職員もない、まあないといったら嘘になりますね、ね、人間やもんね、あの人らがって、俺ら例えば上であれ税務、例えば東大阪税務署、はい、一番偉いだったんだね、税務署長で、所長でしょ、なんぼ年収1,200〜1,300万ぐらい、額面でもっといくんちゃいますかね。うーん、あのいわゆるその税務調査に来るような人たちいらっしゃるじゃないですか、で、あの人たちで定年間近の人で800万から900万、役職は、役職はあるの、そういう人。役職はあれですね、あの普通の会社で言ったら係長ぐらいですね。係長ぐらいか、だからずっともあの出世はまあしないでっていう形の人たち、そういう人、キャリアじゃない人やな、はい、それでも800万取るんか、50前、10年ぐらい前に調査来た人、アペピロゲの人に聞いたら56、7の人で、
ずっとそれぐらいのポジションでいらっしゃって、800から900ぐらいの間やって言ってました。やっぱ給料高いっちゃ高いな、公務員はやっぱり。まあ年数重ねていったらね。でも1000万取れたらまあそこそこのもんなんか、税務署の職員でもやっぱある程度の職に上がっていかないと。いうことでしょ、はい、例えば1200万ということは額面1ヶ月、まあ、ボーナスがあるからな、はい、まあ1200万でしょうか、はい、1200万ということはボーナスと給与で1200万で手取りって言ったら大体750万ぐらい、800万切ってるよな。あ、切ってると思いますね。社会保険とか入れると引いたらな、はい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 、400万以上持っていかれてるよな、はい、全部入れたら、はい、倍率は500万近いですよね、はい、ということは手取り700万か750万のラインでしょ、700万でしょ、はい、750万かっていうことは1ヶ月で大体平均すると60万ぐらいかでしょ、手取りで、うん、それでそこそこのもんでしょ、もうそれぐらいまでいったら、うんうん、それは税務調査来て3兆億の船見たら腹立つかもわからんな、ちょっと、ね、それもそういうものは会社で払って、自分の懐、個人的な懐は傷んでないですからね。でしょ、自分らが例えば車買うたら自分のその可処分所得が払わなダメなんですからね、うんうん、だからそこも差がね、そこでもそこに何か憤りというか、こう執念燃やす人はいますと、おると思うな、ええ、だって現実問題、会社員って経費化できへんもんね、ええ、何やったって、ええ、うん、さっぴかれてからやもんな、ああ、それは自営業者見て腹立つかもわからんな、あの人らが、ね、こんなもん経費化しやがって、はいはい、うん、経費に血まなこになれない人もおるでしょ、うん、あ、いますね、あの交際費とかね細かく見てあのお医者さんで前あったのがワインとかこうチェックされて高額のやつで、あの取引あるところとか、あの患者さんに渡してねって言ったら、何十万のワインなんか普通そんなんあげませんよねっていうので、もう必要にやられて 何十本分かなんか否認されましたね。どれだけ頑張ったって年収2000万なんてまずいかんでしょ、あの公務員のあの辺っていうのは、あの辺はいかんですね、あのキャリアよっぽどのキャリアでしょ、はい、うん、思ってる人おるかもな、警察官なんかもな、警察官なんか特に思ってるやろな、危険手当とか聞いたらね、月々なんか数千とかって言うじゃないですか、うん、だからやっぱ厚生労働省と一緒やな、厚生局と、恨み、医者に恨み持っとるからなあいつらそれも開業医に執念燃やしとるからね、あれ公務員はそういうとこ多少は口には出せへんし態度にも出せんけど、俺あると思うけどな、人間やから、うん、俺の方が勉強して偏差値まで高かったらなんでこいつらがこんなあないと思えへん、あるやろ、あると思いますね、なあ、絶対あります、ね、俺は兄弟出たとかな、うんうん、一生懸命頑張って公務員の一種とか二種とかあるやろ、はいはい、うん、試験パスして、はい、なんか自営業者のやつがなあ、はい、経営がしてたら腹立つかもわからんなだからあんまりね、世間一般の人は知らないから文句言うんですけど、世間一般の人も知ったら腹立ちますよね、と思う、うん、現実問題だって会社、まあ、法人も個人もそうやけど、やっぱりメリットって、自営業するメリットって経費化やもん ね言ったって何言ったってな、はいはい、パソコンもそうやし、事務所って言って家賃半分、はい、なあ自宅を半分経費化したりとか、可処分所得だから、要はさっぴかれる前にさっぴいてまうっていうのはね、メリットですもんね、はいはい、経費化だけどやるメリットないもんな、そうですね、うん、まあ、それが全くそういうこと知らん人からしたら腹立つわな、そら、はい、まあ、自営業者はね、そのいいとこもありますけど、リスクも多分にありますからね、うん、そんなんもトータルで見るとね、うんうん、サラリーマンは別にね、まあ、サラリーマンしかおらんようになったら、ヒグさん仕事なくなるもんな、そうですね、はい、自営業者おらんかったら多分、はいはい、その彼らの大元の会社残ってればまあ話はあれですけども、うん、そうなんよな、まあ、だから日本の場合は法律でいく、法人ってやっぱ使い勝手ようになったんな、いろいろ締め付けてくるけど、やっぱり言ったってまだ優遇されてます、抜け道残ってんな、やっぱりな、法人は、うん、だからお金かかったとしても法人みんなつけてはります、うん、不動産とかもちょっと何個か持ち出したら個人辞めて法人作って、さっき言ったけどな、
さっき消費税の話したでしょ、はい、あれ言うとったぞ、なんで会社3つぐらいにしませんって言われたぞ、うん、もうそれもそうやなと思ったもん、消費税の、うん、あれ何年やったっけ、2年ですね、2年でしょ、2年それ繰り返すんやろぞ、今ね、それやるとね、引っかかってきます、あ、あの形式的にやってるっていうので、飲食店なんて多いんちゃう、すぐマークされますよ、一つの法人で20店舗30店舗じゃなしに、2店舗1法人ずつぐらいバーっていっぱい作っていって、経費分散できるもんな、だって、分散はできますけどね、手間やな、マークされるの手間暇かかるってこと、もうわけわからんようになってきます、うん、やってるご本人たちが、そういうことやってる人おんねんて、うん、規模の小さい法人にして消費税逃げていって逃げていって売却してまうねんて、グロスちっちゃいで売っていくんやんて、それで、はいはい、いつが詰まるわの、そんな事業作って売ることばっか考えとったら、でその形式的にやってるっていう奥の手の否認の仕方も税務署に持ってるんで、うん、それに引っかかると厄介なことになる、うん、明らかにそれを消費税逃げるためにやってて見られた時点で鬱陶しいからな、はい、やっぱな、はい、うん、見解のそういう話なくなってきたら鬱陶しいな、目つけられたら、うん、まあそれはそれをそんな分散の仕方しなかったらな、そういうの見えへんやろうけど、うん、まあな、まあここら辺でちょっと一服しましょうか、不動産の一服からちょっとまだね保険が高っていってありますけどどうなんですかね、やっぱ多い、そこそこスピード的、スピード感的にはスピードはめちゃくちゃ速いですね、速いですわな、売り上げが示してますので、トントントンと言ってますね、うん、これぐらいなんですよね、返済比率考えたらな、もうこっから先危ないんですよね、やっぱり金利も上がるでしょ、やっぱり、はい、そうですね、うん、そんな無茶は上がれんが、地味に上がってきて返済比率が上がってくるとちょっと怖いんですよな、うん、でもさっき言ったように費用計上で勝負するときにキャッシュがないってことになってますよね、うん、打つ球がないってことだから、うん、外壁できへんってことなんねんな、うんうん、パンパンまで借りてる人らを、なあ余力持っとかんとな、アンジェスの方は、A 団体は保険いっぱいやってるじゃないですか、うん、アンジェスないんですよ、ないですよね、うん、作ってもええと思うんですけど、まあ、あの 100% 損金とかそんなのどんどんもう潰れていってるんで、そんなんはする気ないです、うん、そんなことはする気ないです、うん、やっぱり物件に金入れるっていうのはやりたいだけの話なんで、うん、そんな変なことあんましようと思ってないんで、まあでもあれ A 段階のあれ助かりましたよ、あの保険は、やっぱ、はい、やっぱ妨害強制的と大きいですね、そうですね、大きいですね、こっちから見たら知らん間にそうなってるから、はいはい、だから家コロナで入れたやつと入れてるやつ相当たらあるでしょ、はい、あるでしょ、あとはアンジェスから A 段階に返した望みのやつがあるでしょ、あとは保険のやつがあるでしょ、はい、あれ全部こうやって出していって計算して伝統返したらちょうどガッチャーンってなるんですよ、はい、うん、全部ガッチャンコで終われるんですよ、はい、ガッチャンコって強いですよね、はい、うん、受けたら税金取られるの、はい、税金が勝手に銀行が差し押さえてくれたら取られるの、あれ保険銀行は勝手に差し押さえできないですね、そんな所見ないですよね、今一回一つ七件に取られてるやつ話あるんですよ、あ、七件に取られてるの返さなかったら抑えますよね、その時はこっちに入ってきたっていう状況で見られるの、そうですね、入ってきて返出たっていうふうに見られるの、はい、七件入っててバーンと抑えられても、それで違うでしょ、多分抑えられた時点ではあれですけども、実行されたら返ってきてそれを返したって形になります、になるんか、になるんや、結果がそうなりますからね、うん、そうなんや、わかりました、厳しいですねそうですね逆
嫌なってきた。選挙行くんですか。選挙、そうですね。昨日解散しはりましたけどね。そう、なんでもいいんだと思うわ、もう。ゆうさん、自民党は？いや、どこっていうのはないです。はい。はい、その時々で、人見て。今月か。今月公示すんのかな。はい。ほら、13区、大阪13区かなんかかな。出たらどうですか、イブさん。いやいやいや、私、知らん人に頭下げるの嫌なんです。で、あれね、見てたら、地元で嫌いな人にも握手したりいろいろしてるじゃないですか。うん、あれは耐えれないですね。そんなことせんでも、もうネットでええんちゃうの。今の時代の街頭演説なんて、いる？でも選挙に行く人、ネットでやってる人よりも、やっぱり、年寄りとかですよ、やっぱり。年寄りは行きますもん。だからそういう人たちはネットとか見ないですもん。そんなにアピールしてまで選挙なんて出たいと思えへんな。な、今まで選挙行かんかった若い人らに向けて何かアピールするんやったら俺もやりたいなと思うけど、そんなもなんか知らんやつ握手してな、ええことばっか言うてな。そうなんですよ、おべんちゃら言うてね。なあ、撮りたくもない記念撮影したりとかしてね。なあ、あなたに入れるわ、ありがとうございます、とか言うな。そんな入れるかどうかなんか分からんし、で、ありがとうございますっていうのも鬱陶しいなと思いながらやってるわけじゃないですか。ほらしいな。それがだいぶ毛色変わったけど出てくると思うけど、院長の知り合いの、お医者さんも結構出てくるかな。賛成党で。いや、いろんなとこから。うん。いろんなとこから出てきます。だいぶ変わってきたよな。もうとにかくもう自民党だけと外したいねんな。公明、自民、だ一新。いろんな党でバラバラになって、牽制し合うのがいいでしょうね、今ね、もうね。ただ選ぶ方も難しいですよな、多分。今までやったら自民やから入れとことか、維新やからとかっていう感じがもうわけわからんようになってるな、ダメな、もう。人見なしゃあないな。そうですね。大阪って言ったら維新が今まで強かったんですけど、今は維新も揺らいでますからね。揺らいでんねん。公明も揺らいでんねん。維新揺らぐ、公明揺らぐ、自民ボロボロ。最近共産党会なんか元気へんすよね。そうですね。共産党もな。地道に頑張ってありますね。なあ、共産党頑張ってんな、俺見てたら思うわ。もうええかもわからんな、共産党で。ある意味、令和か、山本太郎か、共産党ぐらいでええわな、もう。もう何やっても一緒やもんな。まあ自民党は減らさんとダメですね。このままね、過半数とか取ったらね、民意を得たみたいな感じになって、わーってまたやられると、また増税しそうやもんな。といたらこのまんま石破さんする言うてはりましたもんね、あの総裁選の時に。そうなんすよ、財務省の味方なんすよあいつら。上げて人件費を最低賃金を1500円にする言うてますもんね。中小企業潰しですな、大手はいけますけど中小企業は絶対ついていけないです、もうやめると思いますよ1500円なんかなったら、誰も勝手にあんなことするからおかしくなるのね、最低賃金って勝手に区切っても。あれどうなんですかね、民間だから、民間が自分らで判断してね、自分の財布の懐でやるべきものをなんか最低とかって国が線引くっていうのはどうなんかなと思うんですけどね。だから国家管理ですわ、もう社会主義ですよ、時給がこれにせいって言うと社会主義でしょやってること、これは資本主義でも民主主義でも何でもないですよ、労働時間まで勝手に決めるしな、産業すんなとかな、だからそんな最低時間なんか企業なんか決めても消費税なくしたら一発で激怒なんだけどな、でもさ、ほんまに思いますよ私も。一発やで消費税なんだ、もう経営者バンバン金使ってくれると思うよな、なんなんかな、言ったあれ。あれでしょうね、やっぱり財務省が強いから財務省、誰も文句言えないんでしょうね。財務省ですな、彼は入ってくる分のその既得権は絶対侵されたくないんですよね、そうです。もう一回やめたらもう一回復活なんてまずできないですからね。そうですね、場合によっては 15% やりたいと思ってるはずなんですよね、消費税は。
15% まで曲がり前にもやられたらもう終わりですね。そうですね。商売やろうという気にならんわ、もう 15% まで取られたら。だからあれですよね、北欧とかやったら 25% なんですよね。だからそれぐらいまでやる許容するあれはあるやろって言ってるんですけども、あちらの方は消費税取ったらその老後のね、あの年金とかそんなにも 100% 回しますっていうので運営してるんで納得感あるんですけど、日本の場合はどっかに溶けて消えてしまうお金になってますからね、納得感はないですよね。これ以上上げられたらちょっともうきついとこはきついやろな、会社員の人も、まだ負担上げてくるのかなこれ以上。ちょっと異様ですよね。重税感半端ないですもんね、ほんまにも。上げるかな、石破さんって自民党落とされんぞ今回でも絶対に。どこが、だから与党がなくなるんでしょうな、オール野党オール野党みたいな感じなんですか。なんか自民党と公明で過半数取れたらとかって言ってますけども、そこは取っちゃうんですかね。自公で俺過半数用途なんと思うんですよ。かけますかね。公明党がもうちょっと弱なってますから、創価学会がもう切れてるからな。創価学会がもう入れんって言い切ってるからね。だからどこへ流れんのやろうか、立憲民主あたりに流れんのやろうけど、あれもあれであの調子やからな。なんかもう一つ訴求力ないですね。ないでしょ。あとはもう右往の衆でしょ全部。ですね。だから過半数、自公で過半数割れて、あとバラ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 って無所属含めてばらけるわけですよ。でどないなんの。そうするとあれでしょうね、自民が公明以外のとことも連立で、だから立憲民主大連立、悪魔やなもうそないなったら連立もね、政策とか2回やってたらいいんですけどね。自民公明立憲民主って大連立、空中分解しますよどっかでもう何でもええんかみたいな話やな。そうですね、票取れりゃ、だって自民党公明党だけでも手焼いてるじゃないですか。ほんまやって維新がそこに入ってこなあかんねんけどな、維新も弱いもんね今も、もう味噌つきまくってますもんね影打つなと思ったし、次大阪府知事選挙やったら絶対吉村落とされるわ、関西どこもね、あの知事とかもそうですけども市会議員とか落ちてるじゃないですか、維新が最近ずっと落ちてる、お膝元でもそんな状態だったら、次は意外と参政党やったら出番かわからんな、何人か出てくると思うぞ、もうええ加減、地方も予算出てきてるからな最近ね。その石破さんだってその野党の代表とかにそのインタビューとかしていくじゃないですか、参政党最後に絶対声かけられて喋ってはりますね。やってんな、なんかあんのかな、やっぱり今までなかったですかね。なかったな、一人しかおれへんねんね、でも金、ちょっと潮目変わったかもあれ。だからマスコミとしたら捨ておけん存在やっていうので声かけてインタビューするんでしょうね、別にする必要ないですもん、もともとからしたら。いよそろそろ賛成も出てくるかもわからんな、もう、俺はレイバー新選組の方がおぼろいねんけどな、見とったって賛成党員やから言ったあれやけど、俺山本太郎見てたら面白うと面白うってな、もうあれ消費税なくせって言ってますね。そうです、僕はもうあれ、あの一択でいいと思いますわ、消費税やめろと、もうこれだけでたまんなってかかってんじゃん、まあ、全員で消費税やめろと、とにかく、財務省取り巻いて消費税やめろとにかくと。いやー今回何度も火つかんかな、消費税廃止まで追い込めんかな、これ。まあまだ財政健全化せなあかんと思ってるじいさんばあさんがおる限りは無理やわの。まだそんな人おるもんな。そんな人が多数ですよね、またね。国が黒字にならなあかんって本気で思い込んでるって世の中おるから、あれがおったらどれもならわな。国黒字くってことは民間赤字やからな、大体。あっこは借金付けなっとかなあかんねんけど。黒字っていうことは吸い上げてまうってことやからな、わからへん、あいつらが。分かってないやろな。
まあ、まあ選挙やからな、民度やな、やっぱり。入れるやつが賢なかったらな。で、今ね、やっぱり積極的に選挙みんなね、行かないんで、もう誰にやらしても一緒やっていう、その絶望感というか、諦め感がね、強いんで、そういう人たち引っ張り込まんとダメでしょうね。そうですよ。だから、まあ、投票率 55% ぐらいでしょ、60ないですよね。ないです、ないですよ。だから半分おるわけでしょ、はい、その半分引っ張り込んだ価値ですわな、はい、半分が盛り上がるとこまでいったらな、投票率低くなればなるほどね、そのもともとの公明党とかね、そういうあの層が選挙に行って自分に入れてくれるっていう層が増えれば増えるほど偏りますからね。偏るからな、で保守的になってきますからね、どうしても、どうしてもな、いかんかった人らを狙い撃ちせなあかんねんな、もう 今まで入れとったやつ何もかって無駄やもんな、もう、もう70、80のおじいさんおばあさんとかも何があっても自民党って言って、もう自民党ばっかり入れる人はもうしゃあないですから、何言ったってもう他でな、柱が一個でもありゃええねんけどな、令和もまだ弱いもんな、山本太郎は目立ってねんけどな、他はね一時小沢一郎と引いたりとかしましたけどね、小沢一郎ももう力ないですからね、まあちょっと空中分解みたいな感じなんだろうな、もうだから野党ないんじゃん、与党がないって感じじゃん、もう国会進まんって感じになるんじゃん。そうですよね、過半数取れんかったら進まないですもんね。進まんでしょ、ね、衆院行って参院行って衆院に戻って、だから仲間割れしてる状態ちゃうんすか、もう。そうですね。もう今足の引っ張り合いになってますよね。引っ張り合いです。あいつが悪い、お前が悪いとかな。石破菅ラインを引きずり下ろして、高市さんとあの人の黒幕がなんか暗躍しようとしたりしますよね。菅もまだしつこいですからな、あれもな、まあでもそんだけも自民党もそうやし派閥もそうやし、何かがないまで力弱ってきてるってことでしょうね。そうですね、求心力がないってことですよね、もう多分ね、多分バラバラなって言ってるんですよね、魅力ある人とそのお金を差配できる環境になくなってきたってことでしょうね、結局な、そうか言うて野党は野党でね、束になってかかってくれたらええねんけど、野党もらっちゃ向いてみたり、こっちは向いてみたりな、ね、なんか知らんけど、どれもこれもなんか小銭ばっかりしてますよね。いらんところで、でもやめ、ヒルさん無理なってことやな。政治になんかできるなんて、せめてね、そのアメリカとかみたいにね、二大政党でこうなるとかってなってくれたらと思うんですけどね。それぐらいにならんとな、盛り上がらんしな、小選挙区もあかんよな、どうしてもじいさんばあさんの力強くなるもんな、ある小選挙区は、でアメリカみたいにね、その大統領が変わったら全部その側近とか全部総入れ替えじゃないですか、もうそうしたらいいんですよ。そうですよ。財務省とかも総理大臣がこの人になったって言ったら、もうガラッと変えられてっていう形になったら、そんなに権力がなくなるんですよね、それずっとね、政権が変わろうがないしようがね、官僚とかはずっとおるんで、彼らがどうしても強くなっちゃうんですよね。そう、首すり替えただけの話になるからな、なあ、官僚は強すぎるんですよ。そうなんですよ、結局官僚の話ですからね、政治家なんて力ないんでね、あの官僚がなレクチャーされてそのまま言っとるじゃないですか、結構もう。そうなんですよ、操り人形みたいな状態ですもんね。なんとかしてくれたんやな、財務省。もうほんま、もうこれ以上税金取れるの。あと、樋口さん何年耐えれる、こんなこと。今のまんま、冗談抜きで。俺もう嫌やなと思ってんねんけどな、本気で。アンジスのこの上司やったら耐えれますよ。いや全然耐えれますよ。耐えれんとか世の中いっぱいありますよ。大赤字なのに消費税だけ何百万払ってるとことかいっぱいあるんですよ。だからそれ個人的に仕事やから、樋口さんらもな、法律税務にのっとってやんねんけど、ちょっと理不尽やなと思う時ない、ある意味言い方悪いけど、真面目は真面目で大事で税金もさめなあかんねんけど、
考え方とちょっとあれ変えるだけで変わるもんね、経営は、はい、ここまで経営実際そうでしょ、そんな儲けさせたらなかんだぜ、無償腹立つ、ほんまにもう例の一つも言えへんのでしょ、言わないですね、市民税とかいっぱい払ってても市役所行ってもね、何でもないですね、だから非課税の人も思いっきり市民税払ってる人も待ち時間順番に並べって言われるもんな、はいはい、普通サービスせよと思うよな、ファーストクラスとエコノミーと分けとけよと思うよな、俺が市長やったら分けるけどな、もう、ちょんまに頭くると思いますわ、年間何千万払ってる人たちからしたら、それちゃんと分けてくれてね、サービス、いや例えば住民票とか印鑑証明とかいう時あるじゃないですか、取りに来いじゃなしにね、もうファーストクラスの人には持ってきてくれるとかな、はい、いやもっと頑張って税金払おうかとって覚えるようにしてくれりゃええねんけど、何の差別もないでしょ、はい、払ったんですわ取られそうやんか、言うさ、そうですね、私らもあの所得税とか消費税自動振り替えにしてるんですけど、たまに通帳記帳行ったら、っていう時ありますよ、引かれてて残高がごそっとなくなってるとかですね、ハガキ1枚ペローンと来ただけでそれでドーンと落とされますからね、ちょっと半端ないと思ってんねんけどな、最近のやり方はもうえげつなさすぎると思うんだけどな、許せる範疇と思う、俺許されへんと思ってるけどな、苦しいもんね国民、ゆうさんの息子の大学の授業料とか経費化させてくれたら一番やねんけど、そうですね、なあ、なんぼでも大学行かせよな、それだったら、はい、まあ、無償化が広がっていってくれるとあれなんですけどね、いいんですけどね、大学高校、大学と大学、大阪公立大学はなんか大阪府民やったらタダになるとかって話ですね、来年か再来年からは、ただとか高いとかの問題じゃないと思うよな、勉強本気にしたいやつが行くべきとこやから、あれ、行く気ないやつが行ってんねんから、ああ消費税本題ちょっとお願いしておきます、はい、なんとか頼みます、はい、はい、で後から再考えましょう、はい、はい、お願いします、お願いしたいのはメールでまた、はい、そのさっきの契約書とか、はい、サクッと送りますので、はい、はい、すみません、ありがとうございます、で通常の LINE の送り方ちょっと聞いておきます、はい、わかりました、はい、すみません、ありがとうございます、いいです、ね